Guten Tag! ケイコです。前回家でグダグダしている動画を出してから家の中ちょっと見たいっていう声があって、今日は1分で終わるルームツアーをしたいと思います。それではどうぞ。はい、玄関を開けるともうね、お部屋ですもうね、全然紹介するところないんですけど、入ってすぐのところにこうして大きいクローゼットが入ります。ここに、私の洋服と、あとちょっとしたなんか荷物と、まあスーツケースとかを入れています。で、ここにモインのトイレとモイン。そして反対側がお風呂です。こっちのお風呂は全部お風呂とトイレと、あとまあ洗濯機置き場が一緒になっています。結構古いんで、あとね、まだ鏡がついてないっていうね。で、今回私は、バスタブ付きの、はい、お風呂にしています。で、ちなみにこれが先週買った猫のトイレットペーパーです。そして、そこを進むと、はい、私の家の全貌です。まず入ってすぐのところにこの IKEA の棚があります。でね、これちょっと気になるでしょう。この四角何って思うんですけど、反対側のベッドの方から見るとこれはモインのベッドになってます。中に入って寝たりする時もあります。で、ベッドがあって、その横に、まあ、デスク。普通になんか書き物したりとか、まあ YouTube の編集したりとかしてます。で、ここが、この角はね、モインコーナーです。もう全部猫ちゃんグッズ。モインがよく遊べるようにしてます。で、反対側に、この黄色のカフェテーブルは私がご飯食べるようです。で、その横にこの e スクーターがあって、うちはですね、駐輪場がなくって、まあそもそもこの e スクーターっていうのはお家で充電しなくちゃいけないので毎日家に入れています。で、その横がキッチンです。このキッチンは大家さんに言って新しく作ってもらいました。全部ね、私のためにお乳にしてもらってます。床も綺麗だし、で、こっちがいろいろなんかパーツを置いてあります。これがみんなからもらったカンパニーの同僚にもらった誕生日プレゼントのミキサーで、それもらったんで、なんか全部色を揃えたいなと思って、これもこれも同じ色にしました。こんな感じです。で、冷蔵庫があって、ちょっと上に牛乳乗せて、で、ここがバルコニーになります。結構1階なので、結構なんかね、ゴミが入ってきたりとかします。で、モインはいつも外に出るとこうやって隅っこの方に行ってしまいます。以上、1分で終わるルームツアーでした。それではまたね、チュース。